自作のデッサンを前に、自作のデッサンを前に、石垣栄太郎は、日本の洋画家。1893年、和歌山県東室郡大寺町で、船大工を生業とする石垣政治の子として生まれた。1901年、町立大寺小学校に入学し、1907年に、県立新宮中学校へ進学したが、1909年には1901年に、 アメリカへ移民していた父の呼びかけで退学して、渡米した。1910年からカリフォルニア州ベーカーズフィールドでボーイなどとして働き、また日本人、キリスト教会で英語を学び、聖書や社会主義の本などにも親しんだ。1914年から絵画をサンフランシスコ美術学校やニューヨークのアートスチューデンツリーグで学び、 1916年頃より絵画制作を始めたという。翌1917年から片山線を中心とする社会主義の研究会に加わる一方、マーガレット・サンガーやアグネス・スメドレーラとも交流を深める。1925年の第9回独立美術家協会展に出品したムチウツが好評を博したことでアメリカの画壇にデビューし、1936年には アメリカ美術家会議の創立準備委員となる。1927年、田中綾子と知り合って結婚し、大日本帝国の軍国主義を夫妻で批判している。夫婦で戦争情報局で活動した。1951年、日本に帰国して東京都三鷹市へ住んでいたが、日本では本格的な活動をできないまま1958年1月23日に、 東京都の自宅で脳出血により65歳で死去。故郷の大地町には、石垣の死後に、妻の綾子が資材を投じて建設した大地町立石垣記念館がある。文化遺産オンラインによる2011年9月25日、閲覧。ありがとうございます。